新潟市の合併市町村原独年間から続くと、言われる白根の定期市、合併後の2020年5月撮影白根市は、かつて新潟県下越地方にあった市。2005年3月21日の新潟市への編入合併によって消滅し、現在は新潟市の政令指定都市以降により南区の一部となっている。白根市に関しての記述であり、現在では、 名称等が異なる場合がある。なお、ここに記述されていない内容に関しては、南区などの記事を参照されたい、新潟市への通勤率は18.6%。品の川と中野口川に囲まれた和住地帯、白根号の大部分を占める。果樹などの農業が盛んで、特にルレクチェなど西大な市の生産も多い。中野口川を挟んで対岸にある味方村との間で、 行われる白根大高合戦が有名である。市の中心部は江戸時代から中野口川の周運によって栄え、1931年の白根町大会以降に再建されたつま入りの町屋が現代でも多く残る。白根を発音する上でのアクセントは、標準語では地に置かれるが、地元では2文字目の炉に置かれることもある。白根では過去にかつて大きな火災が二つあった。 一つは1917年の新潟大火と、もう一つは1931年の白根大火で、ある。白根大火とは、1931年5月13日午後7時55分に、白根町56の町、表通り西側中央で発生した火災、及びそれによる被害の総称である。火災が発生したのは、1931年5月13日午後7時55分、頃。 出火元は56の町表通り西側より出火。火は消防隊と26組の他の町の消防組の協力により消された。被害に受けた被災地区は3の町、4の町、56の町、左江門工事の4つの地区が火災の被害にあった。白根ご更新局とは白根大火の復興罪として白根こと白根っこをかけ、 白猫のお面と衣装を身につけて商店街で仮装行列を行った祭りのこと2019年10月に約90年ぶりに復活した当時の様子は資料が少なく復興祭の様子を写した貴重な一枚の写真から商工会などで結成された実行委員会が復活させたと伝わる90年前のため当時を知る方がおらずこの一枚の写真だけが 復興祭の様子を知り得る、唯一のものだった。このため当日では現代版としてアレンジし、新たな白猫更新曲となった。市長、吉沢増美特起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、果物栽培新潟市南区を中心に、新潟県で2030トンが生産されており、日本での生産量の85%が新潟で作られており、 日本梨の栽培に取り組んでいた新潟県白根市の農家小池総吉氏は日本梨と比べ西洋梨がロシア人の間で高値で取引されていることを知り国内外から30余りの種類の西洋梨を取り寄せたその中の一つであるルレクチェは明治三十六年頃フランスのオルレアン地方から輸入され様々な種類の西洋梨の栽培を始めるも長い間日本では 西大梨の栽培方法がほとんど知られていなかったこともあり失敗続きであった。実が落ちやすく安定した収穫ができないため栽培は衰退の位置図をたどり安定した収穫が得られない中わずかながら収穫したルレクチェの実が微妙だったことから農家は自分で食べる分に少し残していたところいつしか高級料亭のデザートや小町芸者の間で密かなブームになりルレクチェは 注目を集め本格的な栽培に取り組むこととなった。呼び名として、六地ドゥルクチー、ドゥレクチーなど人によって様々だった呼び名は、昭和58年にルレクチェに統一された。2000年にオープンした、白根学習館、合併後の2020年3月撮影2001年時点での、高校の学区は三条市、園市、牧町などと同一であった。地域に鉄道路線はない。 新潟交通電車線が中野口川対岸の黒崎町、三方村、月形村、中野口村を走っており、三方村、大和白根に、当時の市街地の最寄り駅である白根駅も設置されていたが、1999年4月に全線廃止された。JR の最寄り駅は、越後線の牧駅、越後曽根駅と、新越本線の新津駅、や大田駅など、バス、 タクシー、自家用車などでのアクセスとなる。市内の幹線道路を中心に、新潟交通グループの新潟交通西が隣接する片東村にある同社片東営業所を起点に、市内各所のほか、新潟市、新津、牧西。このほか、南部の新井田地区からは、同社が、鴨、モ、園、山条方面への路線バスを運行していた。また、 市内外の公共交通についての指針を示した白根市公共交通活性化構想に基づき2004年12月16日から白根市は新潟交通西に委託する形で市中心部を起点とした4つのコースからなる市内循環バスの試験運行を開始したこれは後の新潟市南区区バスに相当するなおこれに伴い同社の一部路線が廃止となった駐車区出店 ありがとうございます。